じゃあこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、またこの時間がやってまいりました。な、早いな、うん、なんかね、はいはい、まあ3連戦を振り返る、はい、今回パ・リーグは2連戦まあそうだな、パ・リーグはそうはい、まあこれはタイトルなんでね、はいはい、3連戦を振り返るということで、そうそう、まあ、タイトルね、うん、タイトルだからもうしょうがない、そうです ね、はい、はい、なんかをあの人それにしてもなこれはどっちの意味なんだろう、なあ、まあ、強いのか弱いのか、まあ、両方あるけどね、ねえって言ってるし、はいはい、ということで、はい、はい、ではまた見ていきましょう、はい、やっていきましょう、はい、はい、こうなってます、はい、またこの赤枠のチームが勝ち越し、ね、一番広島は2勝で1位負けでしたね、うん、阪神は、勝てなかったということで、 そうね、はい、そして DeNA が2勝1敗、はい、ヤクルトが2勝1敗ですね、はい、そうだよ、はい、で深刻なのはここのカードだよね、特にここ広島に今シーズンまだ1勝もしてないという、これは何か何かがあるんでしょうかね、だから2分け9敗、うん、まあ広島はもうお得意さんにしてるというね、はい、今まで、まあ、そういう11戦あったんですよね、うん、でね、そうだな、まあ、広島床田、はい、ね、遠藤ね、そういうあたりが投げてってね、やっぱりピッチリ抑えられるわ阪神が、はい、で阪神は、うん、全体的なその11試合を調べたら、はい、2点平均2点しか取ってない、うんうん、で接戦はしてるんだよ、はい、接戦はしてるんだけど打てないというね、この今回の3連戦も、うん、もうにね、いや僅差なんだよね、接戦も接戦だったじゃないですか、そうそうそう、はい、特に一昨日の試合だよね、もったいなかったのが、うん、佐藤がさ、佐藤輝が、うん、タイムリー打って1点勝ち越した、はい、ね、アルカンタラ抑えてくれって言った時に坂倉にバカーンとホームラン打たれて、うん、そうですね、で、宇草のサヨナラホームランで負けたというね、もう一発に終わりましたから、はい、で昨日はなんていうの、やっと引き分けたというね、うん、まあ、最後危ないシーンがあったね、菊池にね、うん、あわやホームランという、うん、でもよく引き分けたなという試合なんだけどもさ、はい、もう一試合したら勝つんでしょうかね、その流れで、ね、いやーでもね、阪神はその交流戦の時から大山様とか大山君とかいろいろ呼んでたんだけど、うん、その大山選手の状態によって、そうそう、はい、広島戦のことだけを考えると、うん、おい大山っていうことになっちゃうんだよ、これはね、うん、1割8分ぐらいしか打ってないんだよ広島戦は、うん、なんでですかね、そこの原因というか、いややっぱ苦手意識があるんだろうな、ね、ピッチャーにやっぱ意識的なものでそんなに成績でやっぱ影響してくる、まあ、まあ全体的に打ててないんだけどね阪神がね、広島のピッチャーを、うん、でもね佐藤輝はね結構3割近いとか、うん、広島に対しては打ってんだよ、うん、まあだけどその大山がねやっぱり打たないと勝てないってずっと阪神は言ってるんだけどさ、はい、だけどその広島さんに限り1割8分ぐらいだとね、うん、ちょっとやっぱ困るね、うん、阪神はやっぱこう苦手を作ったら上位に行けないから、うん、なるほど、だからヤクルトの追っては阪神だよって言ってるのに、はい、やっぱ苦手意識があると追っていけない、うん、で逆に広島はやっぱ他に負けてもここで貯金ができるから、うん、はい、ね、9つの貯金ができてるんだから、はあ、だからそういう意味ではこうお客さんだよね、まあ、それを大事にしなきゃいけないということ、はい、まあ、だけど、うぐさのサヨナラホームランとか、うん、坂倉の同点ホームラン、うん、で堂林の勝ち越しのホームラン、はい、まあ、結局引き分けにはなったけどさ、うん、まあ、そういったなんていうのかな、気持ちのいいというか勢いのつくような、まあ、勝ち方であったり、結果を生んでるよね、まあ、徳田にしたってナイスピッチングしたしさ、うん、はい、で阪神の方は里田が頑張って、うん、1戦目なんか大山を打ったんだよね、はい、だけど勝てなかった、で2戦目は里田が打ったけど勝てなかった、3戦目は両方とも打てなかった、だからねここら辺のバランスがちょっと悪いなっていうような感じの3連戦だったね、はい、で巨人 DeNA、はい、ね、苦しいね巨人は、うん、やっぱ中継ぎ特に8回、うん、これを誰にするのかで8回の失点率っていうのがものすごく高い、はい、
まあ、平内を持ってきて、うん、大勢で握った試合がまあ一昨日かな、うん、勝ちには結びついたけども、はい、うん、だけど、まあ、戸郷が1戦目、うん、大抜きと投げ合ってやられるという、これも8回に2失点して、はい、そのまま押し切られた。で3戦目は DeNA の方が、あの森のね、プロ入り初ホームランだとか、はい、まあ、そういうのが出て、うん、大勝はしたんけどね、はい、うん、まあだけどチャンスはですね、3戦目も近所にはありましたよね、あったよね、うん、まああったけど、その東もね、開幕投手で勝ち星がなかったんだけど、うん、まあこれで少し流れが変わってくるかなって、うん、それと DeNA の方の流れが良くなるかなって、うん、で佐野がいいね、うん、バッターとして佐野が素晴らしいわ今、うん、ただ逆に牧が良くない。あ、そうです、ね、でもこれが牧が打ってくるようになってくると、うん、僕 DeNA は状態がこう上がってくると、うん、で先発ピッチャーも、まあ、大西にしかり東にしかり、はい、しっかり投げてくれたし、うん、まあ、石田がちょっとねやられたけども、うん、まあ、だけどいい感じでは DeNA の方は、まあ、チームとしてはいってるね。引き続き、まあ、好調ということですかね。まあ、そうだね、うん、で巨人の方はやっぱウォーカー、うん、これはどう考えるかわからないけども、はい、あれだけ打てば、うん、守備は目をつぶるって思うのか、うん、この守備はちょっと苦しいなと思うのか、まあ、大体ね、うん、レフト前にヒット打たれるよね、うん、でセカンドランナーがいる、まあ、サードコーチをやった経験上このタイミングだったら止めるなっていうタイミングを全部回されるんだよね、うん、で全部点になってるんだよ、うん、だからここら辺も巨人は苦しいなと思うよね。なんかこうそういうこうなんて言うんでしょうね、ただシンプルに、うん、今日もなんかフライをね、あ、昨日ですね、昨日の試合もフライをこうちょっとファインプレーとか、あ、ジャンプしてね、そういったなんかこう身体能力の高さが見えるようなファインプレーが出るかと思えば、うん、やっぱね、ボールが投げれないっていうのが致命的だね、うん、っていうところのバランスですよね、うん、あるある、うん、まあ、ただ中田翔がホームランを打ったりだとか、うん、ね、岡本もホームランを打ったりだとか、うん、ウォーカーがバッティングの状態がいいとか、うん、悪いところだけではないんだけどさ、うん、やっぱ赤星が若手のローテーションの若手のピッチャーの中でローテーションに入ってる、うん、でもやっぱ勝てない、うん、ね、そうなってくると、まあ、非常に巨人は苦しいなって見ていてね、よっぽど打たないとさやっぱ勝てないというような状態になってるかな、うん、まあ、あの野球の基本は守りっていう話から言うと、まあまあうだね、うん、なかなかちょっと苦しいねかなっていうところですか、うん、そうだね、うん、まあ、そういう3連戦です。はい、はい、中日ヤクルト、はい、ね、まあ、ヤクルトが勝ち越した、うん、中日は自力優勝がなくなったという、うん、でね、中日はね、うん、4点以上取れば勝ってる試合が多いんだ、うん、あ、だけどそれ以上取られると、うん、ほとんど負けてる、うん、だからいかにやっぱ投打のバランスっていうのが あまり良くないという、うん、やっぱこう失点も得点も5位ぐらいなんだ、うん、なるほど、うん、だから非常にこうなんていうの、得点でも苦しんでるし、うんうん、点を取れないということでも苦しんでるというさ、はい、でヤクルトの方はやっぱもう強いね、うん、あのミスがミスになんない、バントして失敗した、強行に行った、そしたらチャンス広げるもんね。でその中で村上、はい、今季4本目の満塁ホームラン、うん、初回に飛び出したという、まあ、昨日なんかはね、はい、で昨日4安打かな、うん、それで3割1分4厘、うん、ね、ホームラン打点ともトップ、うん、3割1分4厘、佐野に続いて2位、うん、これ三冠王いくよ村上この調子だと、うん、で11連続カード勝ち越しという、はい、もうね何をやったっても強い、うんうん、で昨日なんか高梨完封、はいはい、リリーフ陣を休ませるという、もうピッチャー陣、打撃、うん、でそして守備などのバランスもっていうことを、うん、だとちょっと独走を続くのかなっていうところですか、ね、だからまあ初戦は小川で、小川先発で、はい、
まあ、小川がやられたわけではないけども、うん、サヨナラで負けてる、うん、2対1かな、うん、もうそのぐらいであとは圧倒してるもんね、うん、よく中日がヤクルトに一勝できたなって思うぐらいの、ね、なんか、ね、すごく力の差を感じたね、うんうん、だから中日の方はやっぱ高橋周平がもっと頑張らないんだろう、はい、中堅どころで背番号3、はい、立浪のね、うん、後継者として渡された背番号をつけてる、はい、まあ、その高橋周平が状態が悪い、うん、まあ、状態が悪いのは仕方ないけどもさ、うん、でもやっぱみんなを鼓舞して引っ張っていくような存在になんないとさ、ちょっと苦しいなと思うよね、うん、だから大島ね、ベテラン36歳か今年よく打ったりとかしてるけどさ、はい、大島にそういうことを委ねるのもさ、うん、もう年でかわいそうだし、うん、だそういう意味では高橋周平がやっぱ頑張らないか、はい、ただ、うんうん、ヤクルトは素晴らしい、いや本当に素晴らしい、キャッチャー誰が出てきてもすごいもんな、内山だってすごいし中村だってすごいしさ、で明暗くっきり、はい、あその前に一ついいですか、はい、いいよ、ネオ投手はどうでしょうか。ああそうだね、うん、ネオはやっぱ可能性感じるね、ね、なんかこの今回の3連戦でそんな声がやっぱよく聞こえてくるというか、そうだね、まあ、真っ直ぐは、うん、まあ、速いボールは投げれるっていうのは分かってたし、はい、それはそれでいいんだけどさ、最速152キロでも出ましたしね、はい、まあ、だけどそのスライダーが比較的いいなっていう、だから球種をこれから増やしていくと、はい、まあ、使えるようなピッチャーになるかなっていうふうに思うんで、うん、だから俺は楽しみにしてる、うん、なるほど、はい、はい、で明暗くっきり、はい、何でしょうか ね、もう明暗というのがさ、やっぱりまあ大体そうだよね、広島が阪神に得意としてる、はい、広島はやっぱ勝ち越しさ、はい、ね、負けなかった、うん、で巨人と DeNA、うん、DeNA の状態がいいよって言ったら DeNA に軍配が上がる、はいはい、やっぱもうここはもう歴然とした力の差があったというね、はい、だから明暗くっきりやっぱり強い、どうしても勝てない、まあ、どうしても勝てないっていうのは阪神だし、やっぱり強いっていうのはヤクルトだし、はい、ただね次のカードが面白いのが、うんうん、巨人とヤクルトなんだ、ヤクルトと巨人なんだ、はい、ね、はい、で DeNA と広島、はい、で阪神と中日、はい、だから1位2位3位4位、うん、5位6位で当たるんだよね、うん、だからここで頑張れるかどうか、そしたら順位がガランと変わってくるから、まあ1位だけは変わんないよ、そうですね、うん、がどんなに3連勝しても1位は変わんないですね、うん、そうそう、だからまあちょっとね、今回はこういう風な勝敗になったと、はい、というシリーグでした。はい、パ・リーグね、うん、はい、こうなりました。はい、今回2試合だったので、はい、うん、2勝した方の勝ち越しで楽天とオリックスがそれぞれ 2連勝、はい、でロッテ西武は1勝ずつということで、ね、1勝1敗で、はい、はい、まあ、楽天日本ハム、うん、ね、まあ惜しい試合ばっかりしてる、うん、ね、同点になって我慢しきれずに、まあ、サヨナラホームランとかなんかこう圧倒的に負けているっていう内容ではないっていうことではないのよ、なかなか勝ちが、だけどあそこであのピッチャーを使うか、いやここで左変えないかっていう疑問点が多すぎるね、それはまあ試すのはいいけどさ、はい、やっぱファンは待ってるよね勝つことを。ただ吉田恒成が凱旋登板、はい、秋田はね、で、うん、はい、まあ盛り上がったね、そうですね、だからまあそういうさアテンドの仕方とかさ、うん、そういうのはうまいんだよ、バッチリ抜群なのよ、いますよね、抜群なのよ、はい、で楽天の方も銀次をさ、はい、先発に使って地元でね、うんうん、そうでしたね、うん、だからまあお互いこう地元の選手を使い、うん、ね、盛り上げて、うん、という地方球場の戦い方だったんだけどさ、はい、やっぱ北山が出てきたらさピンチを広げてピンチを作り変わったピッチャーがサヨナラホームランを打たれるとか、うん、だから日本ハムの方はすごくもったいないし、うん、楽天の方はよく取りこぼさなかったなという、まあ、そんな2連戦だったよね、うん、ただやっぱり則本が、はい、まあ、しっかりした投球を見せるとやっぱり締まるねゲームはね、岸も投げて、はい、まあ、そこそこ抑えながら、うん、やっぱ確実に勝ったというね、はい、まあ、この2連戦だったけど、はい、だけど日本ハムの方はもうちょっと頑張らないとね、うん、うん、そうですね、いや本当に勝ったかなって気にはなりますけど、いや、そうそうそう気になるでしょやっぱね、
もうなんか、うん、気になる存在なわけ。そうなんです。あのファンじゃない関係ないところもありますし。はい、うん、はい。まあいいや。オリックス対ソフトバンク。はい。ね。宮城と田島、やっぱいいピッチャーだね。二人とも、はい、宮城は粘り強いしさ、はい、田島はやっぱ馬力あるね、ハマった時の、うん、まあそれに立ち向かったソフトバンクが、まあなかなか点が取れず、はい、まあ一戦目はね宮城から取ったんだけども、うん、まあ田島からはもうしっかり抑えられたというね、はい、まあその中でやっぱ杉本が、はい、吉田が、うん、まあ役者が活躍できるようになってきたよね。だからそういう意味ではこれからのオリックスはちょっと楽しみになってきたね。なるほど、うんうん、でソフトバンクの方はやっぱこう楽天と戦って、はい、楽天に3連勝したちょっと反動がここに出たかなという感じもするけども、うん、まあでも打ってることは打ってるんだよね。ただまあもう一本が出ないというお得意の試合展開かなっていうような感じはしたんだけどね、うんうん、はい、ただやっぱり状態のいい選手は状態を保ってるだけにね、うん、まあピッチャー次第によってはもう爆発するような得点が取れるだろうし、うん、まあ明日千賀が投げて、うん、今永上沢と日本ハムがね、うん、投げ合うけども、はい、まあそこで一つ取れれば、うん、まあここら辺の 2-0 というスコア、うん、ね、勝ち星はまあ一つ消えるからね、うんうん、だからまあ千賀にかかってんのかなと思うけどね、今日ですよね。まあ今日ね、はい、はい、うん、まあオリックスとソフトバンクはそういう点、はい、でロッテ西武、はい、1戦目の松本と小島、うん、はい、投げ合いってすごかったね、うん、2人ともノーヒットでずーっといったからね、なんかまたみたいな、いやいや、ただ大島が勝てないんだよね、うん、いいピッチングしてる、この前勝って流れが変わったと思ったら投げ合ったピッチャーがノーヒットノーラン、こっちもノーヒットノーランやってるみたいなさ、あーいい試合だったけど、うん、まあ西武が点を取り勝ったというね、うん、で2戦目は佐々木朗希が投げて、はい、これも僅差で勝ったというね、うん、だからまあ僅差にはなったんだけどさ、はい、まあでもロッテの勢い、西武の勢いを考えると、うん、まあ1勝1敗になったっていうのはまあ妥当かなという、うん、なるほど、うん、だからまあこの2チームっていうのは A クラスのやっぱ非常に候補だし、うん、だからそういう意味ではまあ1勝1敗痛み分けということでね、はい、ただ佐々木朗希の疲れ、うん、中10日で投げたのかな、うんうん、まあちょっと見たけども抜けてたボールがしっかり指にかかるようになってきたしね、うん、ただやっぱこうこれさ佐々木朗希を見るときにやっぱ完全試合ノーヒットノーランってやっぱ期待して見ちゃうんだよね。で相手がセーブでさ、はい、2試合やられてんだよ今年、うん、今シーズンねノーヒットノーランを、そうそうそう、でやっぱりさ楽しみで見るわけよ佐々木朗希どうかなと思って、セーブ怒りますよ、いやまあ怒るだろうけど、はい、まあでもそれだけもう立ち向かっていってんだよ、うん、こう小細工しないで、はい、だからそこら辺は素敵なんだけどさ、はい、でも佐々木朗希をこう見るときにやっぱ完全試合ノーヒットノーラン期待をして見る、うん、で1番バッター源田、うん、2球で追い込んだんだよ、うん、ね、あよしと思って三振かなと思ったら次のボールセンター前打たれて、うん、ちょっと興味が半減するんだよね、ノーヒットノーランじゃない完全試合の次の登板の時もそんな感じでしたよね、まあ、そうそうでもその次の登板8回までやってくれたじゃんだからまあそういう印象も残っててそれもあるのかもしれないですね、そうそうそう、だからまあそういう意味では源田のヒットでちょっと源田になったんだけどさまあまあでもそのぐらいのレベルのピッチャーになってんのかなっていうような感じがしたよね、ねえ、うん、まあ本人はそこはそんなに意識はないんですかね。まあやっぱり多少は意識あるでしょう、うん、やっぱりピッチャーに聞くと、うん、まあ、最初にマウンドに上がった時に、うん、まずは完全、うん、ノーヒットノーラン完封完投って、うん、だん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 こう結果が出るうちに落ちていくっていうんだよね。なるほど、あー、フォアボール出ちゃった、そうそうそう、あヒット打たれちゃったっていうふうに、そうそうそう、だからまあそういうふうな形で、うん、まあ、佐々木朗希も上がってると思うんだけども、うん、でも次のカードから楽しみだね。なるほど、うん、いや、ちょっとずつ勢いはあるから、うん、だからまあ次のカードでちょっと楽しみだなという。でセ・リーグと真逆、はい、懸念はただ一つ、はい、ね、
日本ハム一人蚊帳の外になるぞと、はい、ね、もう場合によっちゃ1チームだけ借金を抱えて他のチームが貯金をするとか5割を保つとか、うん、そういう風になってくると日本ハムはな、大変なことになる、うん、やっぱパリーグというリーグの中で置いてくれを食らう、うん、これはねやっぱこうファンにとってもそうだけど、うん、屈辱だよ、うん、だからこれはね確かにビッグボスが極めるとか、うん、いろんなことは言ってるけども、うん、もう分かるだろう、ね、戦い方分かるんじゃないかって俺はなんか思うんだよね、うん、何度も最近聞きますね、うんうん、だからもうそろそろ本当に形を決めてやった方がいいのかなっていうふうに、うん、俺は思うけどね、はい、ファンもねやっぱ待ってくれないよ。ファンって一番のファンサービスっていうのは何もキツネダンスをやるとか、ね、そういうことじゃなくてやっぱ勝ちゲームを見せてあげる、届けてあげる、うん、これが一番のファンサービスだからさ、うん、だからそこら辺をやっぱこう早く勝てるようなチームにね、うん、してほしいなと思うね。はい、まあ、はい、セリーグと真逆というのはこう上に抜けているヤクルトの反対ということですね。そうそう。で懸念というのは下で抜けてるという。そういうことですね。はい。まあね、頑張ってほしいと思います。はい。はい、順位表ね。はい、ということで順位表はこうなってます。はい。ね。少し動きがありましたね。セリーグは1位に変わらず。3位広島、4位 DeNA、うん、阪神、中日ということで、まあ、ここら辺は団子だけどね、ちょっとね、そうですよね、Bクラスはね、うん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 、だけど10ゲームだからね、これそこがどんどん増えない1ゲームじゃないからね、1.0 じゃないから、ね、見えますよね、10だからね、うん、だからここら辺はやっぱ大手が辛いと思うよ、うんうん、ただ A クラスに入るには十分チャンスがあるね。そうですね、そこ3位の枠が大争奪戦のようにそうだ、ね、なってますね、今だからもう 4.5 の、うん、5の 5.5、はい、もうここら辺までの 5.5 で引き締め合ってるからね、はい、だからまあチャンスはあるよね、はいはい、ただそのセリーグの場合は包囲も、はい、やっぱりヤクルトに対してやっぱこう表のローテーション、うん、エース級をやっぱ当てていかないと、うん、やっぱヤクルトは止まるっていうことはないだろうね。もう全5チームが総力で戦っていかなきゃいけないということですかね。総力戦だよ。もう包囲網を引かなきゃいけないというね、うん、でパリーグ、はいね、あのソフトバンクと楽天がちょっと入れ替わったね、まあ、2連勝、うん、2連敗ということでね、はい、でまあここら辺は順位は変わってないんだけども、うん、そうだな、まあ、オリックスまではチャンスがあるね、まだ全然、うん、うん、だからこの5チームで争ってるというね、日本ハム、蚊帳の外、あなたのことですみたいな、ね、はい、にはならないように、ちょっと頑張ればさ、うん、A クラスまでは頑張れるから、うん、ね, ね、うん、まあ A クラスまで頑張れるか、ちょっと厳しいかもわからないけど、どうですかね、まあ、西オリックス。あたりは差がなくてそこがどんてんしょって開いてるので、でもね頑張って一つの順位でも上げるように、うん、まあ、そうですよね、しないとねっていう風になってくると多分リーグ全体もまたこう入れ替わりが起こってるはずですよね、うん、だから盛り上がってくるしね、うんうん、まあだからまあこういう、今現在はこういうことになってる、はい、ね、まあ、セリーグは今日からあの戦い方はこう上から2つずつこう2つずつ戦うこう、ね、対戦するということですね、対戦するから非常に順位的にも、うん、面白いと思うよ、ね、はい、また注目してください、はい、はい。